この後は我が校の世界史の講師、世界の終わり先生によるセカオワロックス。今夜はセカオワ先生からプレゼントがもらえるラストサマー2013セカオワクイズを開催。セカオワロックス。本日は8月30日。みんな、夏が終わるぞ。大丈夫か？爽やかだね、なんかの感じ。大丈夫か？え？そういう感じなんだ。じゃあそういう、みたいな。どっち系で行こうか迷ったり。そうですけど、あれだもん、中地のアイスが。ちょっとみんな邪魔んないアイスが。はい、中地は多分8月30日とか爽やかに迎えてるタイプだもん。いや、全然そんなことないよ。ちゃんと緻密に計算してたよ。何日までにこれは終えなきゃいけない。最初の授業が何曜日だからどうのこうのみたいな。やってたのは緻密に計算してた。俺は結構普通のタイプだから、ああ、やったのに、疲れ忘れてきちゃったっていう練習をしてるから。はい、あれ先生。先生分かってる、全部。そう。先生全部分かってる。俺も分かって、先生が分かってること、うん、俺も分かってるから。暗黙の了解。変な空気流れるよね、そうそうそう。今夏休みの宿題をひいひいながらやってる生徒もね、うん、いると思いますけどね。うん。私はあれですよ。何度も口を酸っぱくして言ってきたと思うんですよ。うん。夏休みの宿題は最初の授業が提出日だっていうのを。夏休み中に終わらせる必要はない。はい。何度も言ってくる。物によらないでも、1日までに出すやつもあるじゃん。あったっけそんなの。あるあるある。そしたらそれこそ、あれ、机の上に置いて、置き忘れてきちゃったーっていう。それこそつか何でもでしょ。言えばいいよ。俺、作文とかは超しっかりやってたよ。ああ、偉いね。俺、それが一番やっぱきつかった、作文が。だって俺、あれでは読書感想文さ、原稿用紙10枚とかいうつわものだよ。やばいね。すごい長いでしょ。私もすごい、楽しかったよね。楽しかった。俺なんかも。文系ってのはそういう生き物なんですよ。そう、文系ってのはそういう生き物なんだ。俺もうう、文末のですをでしたに変えることによって、一行開業できるとかいうのをすげえ計算してたタイプだよ。全然ダメじゃないですか。全然文才がないじゃないですか。全然。作文一番嫌いだった。作文得意でした。俳句なんてのコンテストみたいなのあった時に、うん、ね、俺、高校の時に、俺なんか全校生徒で2位だったんですよ。2位なんだよね。2位なんですよ。うん、1位は盗作だったんで、もう必然的に僕1位だった。繰り上げ。繰り上げ。だけど俺、コミのさ、学生時代の唯一の栄光だもん、ね。そうだよ。そう、ね。表彰状や、あれはもらったことがないけども。そう、それだね。これは嬉しかったんだけど、その時はみんな、その俺学校行ってなかったかわかんないんだけど、うん、その本当は、そのペンネームで書くのが主流だったっぽいわけ。俺だけそれ知らないから、ドーン本名だよ。あ、そうなんだ。大公開。大公開。もう言う、うん、もうね、ドカンとね。うん。多分あれですよ。今聞いてる子も勉強しながら聞いたりするんじゃないですか。そうです。もう、あれするか。そっか、ラジオで勉強しながら聞いてたりするのか、学生は。僕なんかもうずっと勉強しながらラジオでしたから。そっか。うん。今も聞きながらやってる子いると思うから、なんか。今日のラジオとかちょっとあれかもね。気の散ること。勉強で、ちょっとやるよね、これからね。気の散ること。答えをそのまま映してる時間は無駄だと思う。人生単位で考えて。そうだよ。人生単位でいろんなことで考えた方がいい。人生単位で考えた方がいいよ。その時間は無駄だ。そう。有意義に過ごす。せっかくだから。だったらね、答えを全て映すぐらいならね、やらなくていいよ。お前やってたでしょ、でも。いや、ちゃんとやってたよ。ヒーヒー言いながら。ちょっと改ざんして。ちょっと間違う。ちょっと間違う。答え丸写して、あ、でもこれこんなに待ってたらまずいから、ここ間違えとこうみたいなパターンだ。やったことはある。あるだろ。あるよね。その時代。Rock! Ladies and gentlemen, boys and girls, Seika Owa Rocks! Seika no Owari!世界の終わり、福岡の深瀬です。北の中島です。北の沙織です。DJラブです。なんでみんな真似すんの。真似乗ってあげてるだけじゃん。真似じゃない。個性を出しなよ。個性を出せよ。もう少しチームワークと個性の両立はなかなか難しい。グルーブ、グルーブ、うん、グルーブだよ。うるせえな。バンド。はい、世界の始まり、世界史の講師、セカワラックス。今夜はこんな授業をやりたいと思います。それじゃ、ラストサマー2013セカワクイズ。わー、わー、おいしい。というわけで今日これから僕たちのこの夏の出来事をクイズにして生徒のみんなに出題します。見事全問正解した生徒の中から、全問正解ですよ、うん、全問正解した生徒の中から抽選で3名に僕らから
サイン入り T シャツをプレゼントします。セカオア T シャツらしいです。はい、というわけで問題は全部で4問、はい、今すぐペンを用意してください。デデン、はい、準備できましたか。まあまあ受験じゃねえや、勉強してれば、宿題してるやつは持ってんだろうな。宿題の手をちょっとそのままってそのまま書いちゃえばいいんだよ。そうそうそう、ドリブに準備できましたでしょうか。では早速いきたいと思いますが、はい、第1問誰から出しますか。では私からでしょうか、はい、どうぞ。第1問は DJ ラブから、DJ ラブから。これは3択問題です。3択問題ですか、はい、3択問題。この夏ですね、私、誕生日を迎えて、あのプレゼントとかをいただいたんですけど、そうですね。ラジオで言える範囲のプレゼントの中から、ちょっと選んだんですけど、はい、今からあげる3つのうち、もらってないものが含まれています。はい、もらってない方ですよ。はい、注意ですよ。もらってない方です。で、1番、はい、肉。肉、はい。2番、酒。はい、3番、米。はい、どれでしょうか。はい、これ言える範囲のやつ、はい、プレゼント言える範囲のやつ、ね、もらってないやつね、もらってないやつを書いてください。はいはいはい、大丈夫でしょうか、はい、あるかな。はい、次第2問、私が行きます、はい、サオリちゃんからの、はい、第2問は何問題ですか。第2問、私からの、筆記問題です。はい、この夏、私たち世界の終わりがクラシックホールでレコーディングをしました。はい、よし、大そこでその晩ホテルに泊まったんですけれども、その晩ホテルで私がコンビニでたまらず食べてしまったものは何でしょう。はい、わかる、わかります。あれ、わかんないわ俺。もうこれはね、私が大好きだと、だってあれだもんね、言っているね、うん、食べて震えたらしい、ね、そう、あ、もう美味しすぎて手が震えた、うん、震えたって、それ脳のあれを疑った方がいいよって俺が言った人間の言ってたね。はい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 、うん、私は普段健康の問題でね、しょっちゅうは食べてないですけど、はい、手が震えるほど好きなものがコンビニに売ってる、ね、結構難しくないですか。なんかヒント軽く、いやいや、なんかどっかにあります。3名しかいないんですか。そう、分かる人は分かるんじゃないですか、うん、そっか、はい、いっか、ブログとか見たらヒント出てるかな。出てないと思う。出てないんですか。だってサオリちゃんの僕は好物だと思いますね。まあね、うん、そうだと思う。よくすっごい嬉しそうに食べてるよね、それ食べる、ね、いや本当すごい、やばいわって高骨としてるよ、うん、そうなんだよ、大好きなものがね。あんまりこうちょキャラ的にあんまり言いたくない、イチゴとか言ってたいんだけど、はい、イチゴではない、イチゴではない、イチゴではないですね、というのがヒントかな、はい、というわけで次いっちゃいます、はい、深瀬さんどうぞ。この夏まで僕の女性のタイプは、清楚な、ポニーテールだったんですけれども、はい、ではこの夏完全に決定した、もうこれさえあれば大丈夫という好みが決定したんです。これも筆記問題です。筆記問題、筆記問題、それだけじゃないんですか。何でしょう、難しいんじゃないですか大丈夫か。大丈夫です。この夏ですか。この夏にも本決定させてもらった、ここまで正式に、はい、僕の中で書類が出て、書類が出て、いや結構仮決定的なものはずっとあったから、多分分かると思う、はいはい、メンバーは、はい、あれじゃないの逆に、まあ、って思ってると思うんだけど、まあ、俺はもう、もうそれで決めていこうぐらい。ああ、なるほどね。ひどいよ。はいはい、まあ、あんまり言えないやつだね。あれ、あんまり多分、ね、考えなくていいんだよはい、いいですか、はい、そっかそっか。僕最後、はい、第4問、はい、3択問題です、はい、ちょっとここだけ宣伝チックになるんですけども、はい、9月11日に発売の山下智久さんのニューアルバムに僕中陣が楽曲提供させていただきました、はい、名付けてまあ、パレードというね、はい、曲なんですけども、はい、それはある方とねコラボレートして作りました、コラボレーション、はい、そのコラボレーションした方とは誰でしょう、うん、次の3つから選んでください。3択なんだ、はい、簡単じゃん。まあね、うん、いいでしょはいはい、どうぞ、うん、難しいもん他のが、はい、1番つんくさん、はい、2番ヒャダインこと前山田健一さん、はい、3番中田康隆さん。さあ、まあこれは僕は簡単、これはだってもうネット禁止だけどね、うん、あ、ネット禁止だネットで調べるの禁止だけどね、ネットで調べると禁止ね、それだけでも中陣の以外は全員ネットで検索しても出てこない。
出てこない、出てこないですよ、うん、かもね、なもうサービス問題みたいな、サービス問題ね、うん、3個ぐらいになるとね、3人イマジネーションでこういかないとね、はい、相当難しいですよ、まあ、かなり難しいとは思うんですけど、深瀬さんのが一番難しいね、うん、はい、かなかも僕のは、ね、いやでもセカワロックス聞いてる人だったら、あ、もしかしたら分かる、出てます？ヒント。あ、でもね、俺も2つあるんですよ、え、実は決めてないの、まだ答え、本決定が2つあって、どっちにしようか今迷ってる状態、答えが2つある、2つにします、じゃあもう、え、あ、どっちでもいいみたいな、両方ない、兼ね備えて、マジ兼ね備えてもらいたい、両方フル回答で正解、うん、あ、ヒント、あ、そう、ヒントね、そうだね、ヒントね、え、一つは見た目で、あ、一つは見た目です、一つはスキルです、うん、技能でしょ、そう、技能、あ、私分かった、あ、あ、そういうこと、うん、これ当たんのかねそうです、当たんのかな、一つはだから見た目の問題で、はい、一つは、なんていうの、技能、技能、技術ですね、技術の、テクニック、はい、テクニックですね、テクニックスですか、はい、うわー、これは難しいわ、完璧に分かりました、完璧に分かりました、答え合わせしなくて大丈夫、はいはい、大丈夫ですね、はい、難しいんじゃないかな、はい、難しいの結構ありますけどね、はい、大丈夫です、大丈夫です、もうセカワロックスいつも聞いてたら大丈夫、そうだね、聞いてれば言ったことはないけど、まあ聞いてれば、ね、うん、伝わってるはず、伝わってるはず、伝わるんじゃねえかという感じがしますけどね、はい、みんな頑張ってくださいね、このラストサマー2013セカワクイズ、うん、応募の締め切りは来週月曜日の24時まで、スクールオブロックセカワロックX にある特設ページから送ってください、よろしくお願いします、はい、まあね、夏はもう終わっちゃうんですけど、うん、夏休みは、まあ秋はな、僕らは学祭、早稲田の学祭、はい、早稲田祭も出ますし、炎と森のカーニバルもあります、先週言ったように 3days になりました、はい、そうです、秋はね、僕は好きですから、うん、中陣とね、中陣と深瀬が生まれるそうた時期で、でも具合悪くなっちゃうんだよね、俺秋いつも具合悪いじゃん同じこと言う、いつも具合悪い、大体具合悪いんだよ、変わり目とかね、変わり目、すぐこの間も具合悪かった、そうだね、ね、一年中具合悪いだけでした、というわけで、まあみんな来てくれる人は、はい、ぜひぜひ一緒に楽しみましょう、はい、はい、それではまた来週この時間に会いましょう、世界のアリボーカル深瀬とギターの中島とピアノ沙織と DJ ラブでした、校長教頭、お二人の好きな女性のタイプ決定してるんですか、何ですか教えてください